down. Attack it. じゃねえか。 あれは？
なんだ？面白いな。どこかに上に行く方法があるはずだ。周囲を調べてみろ。負ける気がしないよ。気を引き締めろよ。
あの巨人が塔を守っているみたいだ。ああ、厄介だぜ。自分が慈悲深く覚えてくるぜ。この犬は怖くないの？絵を怖がる奴がどこにいるんだよ。
たちもそれほど暇じゃねえんだけどな。見つけちゃったから仕方ないね。きっとうまくやれたかも。ああ、悪くねえ。ほら、お腹減ってたのか？
はい、あげる。ひえがいっぱいあるな。なんでだろう。コインパーキングだからだろ。ああ、そっか。え？そういうことなの？タイミングよくやればすぐに力がたまるはずだぜ。
この力、大事に使います。寝ていてよ。あのエレベーターが使えるかな。次に行こうか。よし、次だ。なんだこれ。
しずつだが近づいてるぞ。うん。こうやって行くしかないね。なんだ、何が起こってるんだ。あの巨人だ。くそ、まるで嵐だな。ついでに敵まで出てきやがったぜ。出てくるなら出てくるって教えておいてほしい気分だ。あれは迂闊に近づける代物じゃねえ。あの世の霧が集まってできてる。このまま突っ込んだところで魂が引き剥がされるだけだ。じゃあどうすればいいんだよ。簡単だ。思いっきり突っ込むんだよ。案内する。行くぞ。突っ込むって大丈夫なの？前に凛子たちが霧を突破する方法を考えていた。それにかけてみるんだよ。
うだ。ご利益あったかも。
るわけないよ。やり方を変える。どうだった？しつけ、大したことない。Thank you.
写真の場所だ。この絵だ。次は私を裏切らないで。俺の出番だな。これで呪いは消えたな。新しい写真を持ってこなきゃ。アジトに行ってみるか。世界に3人いるっていうあれか。あれは人じゃない。確か会うと死んじゃうって。それどころか死んでからもずっと追いかけてくるんです。私怖くて。あれよ、また見つかったんだわ。早く逃げなきゃ。ちょっと待ってて、僕が電話に出てみるよ。何者だ？何がしたいんだ？もう少しだから待っててね。何が来る？見つけた。助けて。何言ってるの？そいつが偽物よ。くそ、どっちなんだよ。
が偽物よ。くそ、力を使えば偽物をあぶり出せるはずだぜ。遠慮しとくぜ。俺みたいなのは一人で十分だよ。私、もう逃げなくてもいいんですか？うん、もう追ってこないよ。KK、あそこ。嫌がった。一旦もめんのやつめ。あいつはこっちを気にしていない。あとは動きが止まるまで全力で追いかけるんだ。
前も妖怪の考えが分かってきたな。いや、そんなことないよ。頑張らないと全部救えない。